シャランラシャランラヘイ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 シャランラヒューあー皆さん前去りよ2024年4月4日木曜日髪の毛がふっさふさして耳が聞こえにくいすっごいふっさふさしてる皆さんお元気今日は私のねこれなんて言うんだろうなんて言うのかな私が忘れないための動画なんですもう何の皆さんの何の役にも立ちませんのでじゃあ非公開にしろっちゅう話なんだよって言われそうだけど私もねなんかこうの YouTuber とは言えませんが YouTube を配信してる端くれとしてね週に1本から3本は出さなきゃいけないのっていうのがね脳にこびりついてて体がねなんかこう週に1本出さないとね心がキュンって寂しくなるんでなんか出しちゃいます非公開にすると自分の中でゼロ本カウントになるのでねでそのためにもあんまり今日はまあ皆さんの役に一切立ちませんはいまずおちょんちょんおちょんちょんしてねお話ししていきたいと思います今日も素敵な可愛い前さりですね皆さんを幸せにする魔法かけちゃおうかなチチンプリ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 キュー春で気候がなんか上がったり下がったり上がったり下がったりで寝込んだりしちゃいそうな気持ちだけど皆さんに幸せがキュッとくるわよチチンプイ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 チャ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 はい大丈夫です皆さん幸せの魔法かけちゃったからね私3月あ座ってから喋るねちょっと待ってちょっと待ってプレイバックプレイバックはい、それではねお話ししていきたいと思いますと思いますって言っけな今ライトがこっち向いてるからちょっと動かしていいですかひどすぎひどすぎひどすぎこっちだろ難しい昔はねライトの首が動いてたんだけど今ライトの首が動かないんだよねいやだちょっと待ってチェルチェ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 ルチェ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 ラチャ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 こんな感じこんな感じでああ可愛くビューティフォーマンサリーに映ってるかしらですねじゃあ行きます今日はね今からこの7分ぐらいお話しして1本の動画にしなきゃいけないのねその間に最後組み合わさなきゃいけないからいいねと高評価、優しいコメントお願いしますっていうのを入れるのと、最後ウニちゃんで終わりますっていうのを最後の方に入れて一本の動画にしますね。ごめんなさいここ乾燥しやすい部屋なんでごめんなさいちょっと喘息守ってるもんで失礼いたします。ですね。今日は私が、タイトルは、忘れる防備力っていうのかな忘れる備える力なんていうのかな私が忘れちゃいけないことをメモしたい感じの動画なんですよ。ごめんなさいね。それを読み上げます。ごめんなさい。私、長いこと使ってる水筒がありまして、その水筒に注意書きが書いてあるんですね。でも、もうちょっと上の方がいいんだけどな。こうやって喋るのも変だしね。もうちょっとこう、どうやったらいいのかな。難しいな。このライトに変わってから、まだそんなに撮影が10回目ぐらいかな。難しい。これぐらいでいいかな。
これぐらいでいいですか？いいですか？これぐらいが可愛いよね。そう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 。ですね、私が使ってる水筒があるんですね。その水筒の注意書きがあって、この水筒にこの注意書きは必ず剥がさないでくださいって書いてあるわけです。だから使うのに重大なことが書いてるのに、もう使って何年かもうだいぶ経ちますので、ペロンってめくれてきてるんですね。でもう剥がしちゃって、その説明書きを捨てちゃおうと思うんですけど、どっかにね、今までこういうのをノートにまとめてたんですけど、最近そのまとめたノートがどこにあるかがね、もう分かんなくなることが多いんですよ。だからこれを読みます、で読んで捨てます、でこの動画の自分のところに防備力とか忘れ物をしないっていうタイトルにして一本動画上げといたら、後でね、水筒のね説明書きどこにあったっけってこうタイトルで探したら分かるようにしようと思ったんです。なぜねこんなことをねしようかって思ったっていうとね、家で撮影するとちょっと今綺麗でしょ、可愛いものいっぱいあるでしょ、で細々あるものを早くこう自分がテンション上がってるうちに撮影したいと思うので、なんかバババババって片付けちゃうんですよ。で片付けてその後に片付けようと思うんだけど、そのまますぐ編集入っちゃうと編集 3,4 時間まだかかるんですよ。 YouTube 4年もやってるのに 3,4 時間この程度の動画に 3,4 時間かかるんですよ。でやった後クタクタになっちゃって、直そうと元あった場所に直そうと思ったまんまを、とりあえず固めたものを夜そのご飯作んなきゃいけなかったり、もうお風呂入んなきゃいけなかったり、先をそっちに優先してしまうと、そのかき集めたいろんなわけわかんないものが紙袋の中にポンって置かれるわけですよ。でその紙袋も次の日にお休みだったらバーって元に戻せるんですけど、その紙袋にわけがわかんないものが入ったまんまそのままポンと置いちゃうんですよ。でそういうことを何回か、その YouTube の動画撮るのばっかり優先させて何回かしてると、どこに何があるかわかんなくなっちゃってる状態で、自転車の2年買って自転車の保険に入ったら無料で4回自転車の点検してもらえるのに、2年もうすぐ経つんですよ、多分9月ぐらいに。でそれもどこに行っちゃったか今わかんないんです。そのスタンプをしてもらうんですよ、4回、はい、あなた1回点検無料、2回点検無料、3回点検無料、5回、4回点検無料っていうのを、大丈夫私 1,2,3,4 大丈夫でそれをなんていうのかな、スタンプするのごとなくしちゃったんですよ。だからその、だから今、自転車盗難されても届けてるのできないんですよね、多分。点検もできないんです。で、多分、それをもうすごい悩んでたら、昔の動画をたまたま見たらいいんだと思ったんですよ。その、自転車を買いましたっていう動画を上げてるんですね。だから、こうやって、覚えておくべきことを、ちゃんと、動画にしておいたら、自分が忘れてわけわかんなくなったものを思い出せるために今日やります。で、あと、もう少しで終わらなきゃいけないのに、じゃあ行きます。注意書き。火の、ちょっとね、待ってくださいね。喉乾いちゃった。火のそばに、虫眼鏡もまだ使い慣れてない。待ってね。火のそばに置かないでください。なんで水筒を火のそばに置いたらいけないんだろう。まあそんな感想はいいか。もう一回いきますね。注意！びっくりマーク！火のそばに置かないでください。栓は確実に閉めてご使用ください。飲み物は栓の下より少なめに入れてください。熱い飲み物は火傷に注意してお飲みください。
ドライアイスまたは炭酸水は入れないでください。そうなんだ。あ、乾燥はいいよね。ちょっと親指、親指つけ置き、食器洗浄機での丸洗いはしないでください。このシールは剥がさないでください。剥がしちゃったっていうことです。これを自分のための動画をねやる前に調べようと思ったんだけど、防備力っていうので正しいのかな。もう一回じゃあ調べてやりますね。じゃあ今日はこういうことの動画です。皆さんね、体本当に気をつけてください。私先週3月31日に動画1本出して多分、ライブやったと思うんですけど、いや、やりました、やりました。ライブやったんですけど、その後、1日、2日、3日、あれから、もう、3、4日、ずーっと、ちょっと、寝たきりだったです。なんか、人とも話せなくて、外にも行けなくて、買い物も行けなくて、もう本当に、いとこと甥に牛乳買ってきてもらったりとか、もう大変でした。もう、お掃除と洗濯は若干できましたけどね。まあそんな感じでしたので、皆さんも春ですからね、なんかこう気候の感じとか、新しいところに入っていかれる方とか、今多いでしょ？で、新しい環境になれるまでとか、ね、大変なんで、私は新しい環境になれるも何にもないのにこんなことなってるんですから、皆さんもぜひ、本当に体お気をつけください。もう辛い時はね、片付け物置いて早く睡眠を大事にしてくださいね。今日ね、やっと13時間ぐらいぶつづけで寝ることができたんで、ちょっとスッキリして動画撮ろうかなと思いました。それでは皆さんも絶対、元気でいてくださいね。次の動画まで。それでは、いいね、高評価、優しいコメント、お待ちしております。今日はね、もう私のための動画だから、まあ、ぼちぼちでいいです、コメント。まあ、ぼちぼちで。それではねー、とか言って、なかったで、ね、泣くんだよね。それではまたね。かわいい。じゃあね。皆さんもかわいくいてね。それでは、この後、ウニちゃんの動画がピコッとついて終わります。バイバイキーン！また次の動画でね、お会いしましょう。何、もう一回言って。うわーとか言って。ただいま、緊急で、ウニちゃんの動画を流しております。なんかすっごい、私が今ね、朝散歩、昼散歩から帰ってきたんですけど、急にやっぱりさ、今帰ってきたらね、うがいとかね、ちょっとあれ手を洗ったりとか、ご飯まだなんで準備とか、電子レンジにご飯を入れたりとか、もううーちゃん汚い壁のところに着地しないでよ、いつもそっちだよね。でね、なんか私が今からご飯食べる用意とかで、あと動画今日撮ろうと思ってるんで、動画撮るための自分の、まあ、水黒いとかを用意しようって必死になってたからね、後ろからね、みゃーみゃーみゃーってね、すんごいすっごいなんかすっごい言ってくるんですよ。多分遊んでほしいんですよね。昨日は歯磨き忘れてません。あ、2、3日あれだね、ママちょっと調子悪かったんで、2、3日ウニちゃんのあれやってないね、なんだっけあれ、なんだっけもうボンボンするのな、猫じゃらしで遊んでないね。だからちょっとあれかな、寂しくなっちゃったのかな、イカ耳なってるよ、イカ耳。じゃあ今日はね、2024年4月4日木曜日です。明日もまた忙しくなるので、今日ね、動画上げちゃいますね。もうあんまりにも、うーちゃんが、いやん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 。はい、わかりました。すぐご飯取ります。あら。今汚いところ映ったね。緊急でね、まあ、しました。誰か来たん？
誰か来た時、ママもチェックしていきます。それではね、動画でお会いしましょう。なんかこれどうしよう、オープニングみたいになっちゃった。ちょっとどうしよう、まずはちょっとは、まあ、大丈夫かな今日はね、うにちゃんがすごくなんか甘えっ子さんでした。いつも甘えっ子さんだよね。